百田直樹の今こそ韓国に謝ろうが Amazon ランキング1位に先日百田直樹さんの今こそ韓国に謝ろうそしてさらばと言おうが発売されましたその結果このように Amazon ランキング1位となっておりますこれに対して百田直樹さんは今こそ韓国に謝ろうが Amazon 総合ランキング1位になりました 読者の皆様、ありりがととうございまますす。感謝を述べられておりますこの今こそ韓国に謝ろうでは現在の日韓関係の悪化の原因がまとめられておりますので皆様今夜さんで見かけましたら手に取っていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただき ありがとうございました。